どうもフロゼロと申します。今回は先日登場した配布メダルについて見ていきます。結論から言うと今回のメダルは前回同様優先的に育成する必要はありません。まずゼウスメダル、感電状態を付与した時に体力が 3% 回復するという固有特性で、ナミやマム、ミンク族なんかにつけたら恩恵が得られやすいです。刺されば楽しいかもしれませんが、タグがあまりにも少ないですし、現環境は回復無効が多いのでなかなかに活躍しにくい。実際に試してみましたが、正直普通のメダルでいいんじゃないかって感じはしました。メダルセット候補としては、ワノ国関連メダルのおまけとしてつけるか、ロマン求めてゼウス3枚がいいのかなと思います。てかホーミーズが少なすぎるんよ。シャンクス、お前もホーミーズにならないか。2枚目のコマチオメダル、ジャスト回避成功時スキル2が 4% 短縮するというもの。固有特性自体はそこまで悪くないんですが、タグが一つなのがやはり残念。スキル2の強いシャンクスやジャスト回避ができれば何度でも回避可能なレイリーなんかにつけるのがおすすめで、どちらかというとこっちのメダルの方が現環境いいように思います。メダルセット候補としては、配布メダル含めてで見れば飛び六方メダル、通常メダル限定であればやはり街道セットのおまけみたいな使い方になりそうです。3枚つけてもいいっちゃいいですが、なんかちょっと本末転倒な気はします。呪言メダルでハンマーを消費して以降、割と使う機会がなくなった今日この頃ですが、今回もわざわざハンマーを使う必要性はなく、期間中作れるだけ作るという形でいいのかなと思います。すいません、ホーミーズになる手続きって市役所でもできますか？やってんだ。